彼女のやつ見ました？どうなりましたか？朝からすいません。あ、別れましたね。いや、まあ、放送で流れてる通りですけど。全然僕、台本とかやるタイプじゃないんで。もう、本当に、ありのままを、そのまま放送してるだけなんで。苦手なんですよ、台本組んだりするのは。あと、生放送はやっぱ、なんかこう、リアリティがあった方が面白いと思ってるんで、僕は基本的には台本とか書かないですね。ここロム多いですね。なんか知んないけど、コメントが多少ないとね、放送やりづらいっていう部分あるんだけど、まあ、朝だからみんな忙しいんじゃないの。なんかまあ他の人見ながらみたいな。ツーウィンドウって言うんだけど、ツーウィンドウ、スリーウィンドウっつって、こうパソコンにいろんな人の画面流しながら盛り上がってるところでコメント打つみたい。のんたん、もう一杯作ってもらえる？もう一杯作って。ありがとう。そうか、 YouTube からだとノンタン知らないのか。元カノね。え、別に変じゃなくない？なんかおかしいことある？
これメガネどこやったの？モンタンそっちにメガネある？ありがとう。ギター侍のコードが分かんないからな。コードが分かんないとダメなんだよ。ネタも分かんないし、ギター侍の。なんとかですから、みたいなやつでしょ。俺、あるある芸人あんま好きじゃないな。
フレイバーさんいらっしゃる。神田川。引く？神田川。ちょっと待ってね。神田川。あなたはもう忘れたかしら。だよね。ちょっと待って。神田川。また渋い選曲だね。神田川目の前ですよ。ちょっと待って。コードが難しくなかったらゆっくりだったら弾けるかな。音来てる？音来てる？あ、あ、OK だったらお願いします。ですか。あなたはもう、あ、違うな。あなたはもう忘れたかしら。赤いマフラー、手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。わかんねえな、メロディーがわかんない。長あら洗い髪かしまで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。合ってる？合ってなかったらごめん。新しいフォロワーさん、茶杉さんフォローありがとう。このままどこかと連れてってくれないか。君は、君こそ日曜日よりの使者。シャララララ、シャララララ、シャララララ、シャララララ。違うかな。このままどこか遠く連れて
れててくれないか。君は君こそは、わかんないその曲。夜の使者、例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える日曜日夜の使者。昨日の夜に飲んだグラスに飛び込んで、浮き輪を浮かべた日曜日よりの使者。適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日。知らないそれも、ごめんね。夜の使者、流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空。そしてそれもわかんないな、ごめんね。全然聴かない曲ばっかりだな、申し訳ない。世代は一緒なんだけどね。ワンズの愛を語る、ああいい曲、いいね、いい曲知ってるね。なんだっけ、歌い出しわかんねえな。遠い日のフォトグラフ、なぜいつも見つめてるの、なんだっけ。愛を語るより口づけを交わそう。あ、ごめん、わかんないわ。わかんなかった。心惹かれてく、その眩しい顔に果てない闇から飛び出そう。 Oh my head 4フレのOh my heart。 君と出会ったと。アンパンマン祭り。アンパンマン。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれてて、何のために生まれて、何をして
生きるのか生きるのか答えられおはよう答えられないなんてそんなのは嫌だ今を生きることで熱い心燃えるだから君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が痛んでんでもああアンパンマン優しい君はいけみんなの夢守るためデビルマンわかんないねおはようしろいしろしろい坂道が空まで難しいなこのコード変則コードやめてほしいよね人のままに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない不安な気持ちを残したまま私はティントンと遠ざかってゆくわ明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ my darlingは起こる
天を開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことは メッセージ。小さい頃は神様がいて、毎日愛を届け経てくれた心の奥にしまい忘れた大切な箱を開く時は今、雨上がりの庭で口なしの香りの優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはよたものさんはコツコツくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔になれそうもないけど、こんにちは、アキスさん。そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと。テレチャンピンが黒田という配信者を流血させる前殴った。あれでしょ、黒田ってあれでしょ、それ言うでしょ、流血する前殴ったの、バンになった？それ本当なの？あんな時代もあった。うわ、一丁。へえ、殴ったんだ。なんか出頭命令出てるって聞いたね。そうよね。うざからみしたんでしょ、それ言うわ。それ言う結構礼儀知らずだから。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時も、ぼやけた六等星だけど、へ、思い込みの恋に落ちた。そんな流血音、初めてプライド寝れなかったんだよ。空を越えて風のような、おいおいよ太郎、歌
届けたいよ。野生の残り浸いて素足で走れば柔らかい日々がな。なんだこれ、なんだこのコード。波の音に染まる眩しいよ。寒い。もうもうやだよ、ほんと。喉痛いし、またぶっ倒れて会社行ってない、寝ばっくらしとったんだよ。最悪だよ本当に。ビタミン C 取ってるよ、取ってる取ってる。あと2日なのに、あと3日だったのに、もう最悪だよ本当に。今も金柑ドリンク飲んでるよ。金柑、これビタミン壊れてるかもしれない。あれ、テレジャンピー放送やってんの？やってないじゃん。
見てみようかな。流血させたの？それ放送中に流血したのかな？もしもーし。はい。何？警察沙汰になったの？え？警察沙汰になったの？なんかリスナーが騒いでるけど。ボコしてた。何？それ言うでしょ？ボコしたの。そう。はい。うざからみしてきたんだろう、どうせ。そうそう。なんて言ってきた、絡んできたの？わからへんよ。飲んどったからな、俺。わからへんけど。ああ、酔っ払っててボコしちゃったんだ。そうそう。何？それ放送中？放送中。血もう袖とか血とかついとるんだ。マジか。もうそれ消したの？履歴は。わからへんけど。わからへん。あ、そうなんだ。なんかあれだよ、騒いでるよ、みんな。放送はあれだよ、明日枠開いて説明した方がいいよ。なんか警察に出頭め、あ、覚えてないの？なんか警察に出頭め、え、馬乗りしてボコボコにした。ボコボコにしたの？本当は何、今それ理由いんの、そこに。揉めてるわけじゃないでしょ、別に。ボコしただけでしょ。ほら、うん、ほらへん、ほらへん。あ、いないんだ。あ、そうなんだ。マジでやめて。あ、そうなんだ。わかったわ。まあ、はいよ。気をつけて。はい。酔っ払ってたんだね。まあ、俺は黒田が悪いと思ってるけど。あいつ結構うざがらみするから。なんで閲覧こんな急に増えた？誰かやめた放送。おはよう、バタフライテール、おはよう。ハートありがとう、ハートありがとう。あの変なロン毛がバカにしてんぞ。誰？あの変なロン毛って誰？あの変なロン毛誰だろう。わかんねえわ、誰だか。ニャンニャンさんいらっしゃる。あ、誰かがなんか言ってんの。誰？あの変なロン毛って。あ、なんだ、放送やってんだ。知らないかな、俺その人に絡みないから。なんか雑魚なまぬしでしょ、どうせ。あ、ありがとう、ヒロロパパさん。いいよ別に、好きに言わせて。知らないやつにディスられたもん全然悔しくねえから。あ、放送やってたんだ。青山が放送開いてないだけなんだ。初見さんいらっしゃい、ニャンニャンさん。言わせておいていいよ、全然知らないもん、そのそいつ。別に文句あるんだったら直接話すよ。喧嘩売ってんだったら別に直接話すけど、文句があるんだったら直接言いなよ。青山番号知ってる、番号つか LINE 知ってるから。別にかけてくれゃいいじゃん。
おはようみーちゃん、初見さんいらっしゃい。楽しんでて。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。どっから来たの？
金箱入れ替えようかな。85名さんいらっしゃい、おはようございます。量あんな。のんちゃん、のんちゃん、あのモバイルハウスを作ろうと思ってんの俺。置く場所がないんだよ。のんちゃんの家置けない？これ見れる？
こんなの。モバイルハウスって言って、こんなの作ろうかなと思ってて、将来的に。これ、でもこれ庭がないと無理じゃん。のんちゃんの家におかすぐんね。難しい。あ、引っ越すかもしれないってこと？おお、そっか。え、のんちゃんどこに行くの？のんちゃんどこに行くかもう決まってんの？円玉だけでいっぱいだったらいくらぐらいなんだろうな。新しいフォロワーさん、みーちゃんフォローありがとう。すげえ量だな。お金数えに手伝ってくんね。
ローももこさん、おはよう。これで1万円分ぐらいだね。これで1万円分ぐらいだから、1万、2万、3万、4万、5万、6万ぐらいになるのかな。5、6万になるのかな。いっぱいになったら。500円玉で始めればよかったな。好きな顔？何が？買おうか。うわ、50円入った。あ、最悪最悪。くっいないですね。おはよう、ロクちゃん。おはよう。
ありがとう。篤姫。あ、篤姫？なんて読むの？話題の？なんて読むんだ？なんて読むんだ？話題のなんとかさんいらっしゃい。ありがとう、頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張るんで。青山と戦いますよ。青山と籠池屋って読むんだ。へえ、難しい字ですね。籠池屋、どういう意味なんですか。すみません、僕が学がなくて。籠池さんと戦ってなんで？理由のない戦いは僕はしないですよ。なんで俺がリスナーさんと戦うの？今日あれだね、コメント全然盛り上がんないね。閲覧多いのに。彼女はいないですね、僕は。便所に踊らされてるってどういうこと？シュガーともさんいらっしゃい。彼女可愛かったのに別れなかった。ちょっと、まあ可愛かったですね。すごい。タイプでしたね。まあまあ、彼女、合わなかったんじゃないですかね。なんかやっぱり、その、僕が配信者で、その、女の人がリアドするのが嫌だったみたいで、で、僕は気持ちよく旅に出たいと思っていたんで、なんかそういう、なんかこう、俺浮気とかするの大嫌いなんですよ。っていうのも、その子供の頃、父親の浮気が原因でその離婚になって、結構虐待されたりとかひどい思い出があるんで、結構トラウマなんですね、僕は。だからその、なんか信用されないっていうのが、やっぱりまあ、パートナーとしては難しいなっていうふうに思っちゃって。で、まあ、旅に出るのはもう確定してることだし、僕は女性のリスナーさん全然、リアトツ OK にしたいんですよ。なんか、男性だから女性だから差別するのは僕は配信者としては間違ってるかなと思ったんで、そういうなんか価値観のすれ違いから、まあ、別れた方がいいなと思って、お別れしましたね。別に彼女のこと嫌いじゃないですよ、僕は。ただまあ、合わなかったっていうだけで。これはまあ、しょうがないですね。考え方の違いですね。まあ、なんか、ね、それで彼女が嫌な思いするんだったら一緒にいるべきではないと僕も思いますし。僕はその彼女のことよりも配信のことを優先する性格なんで、配信はやめるつもりもないですし、その配信のことに関しては仕事だと思ってるんで、あんまりその
口出しはしないでもらいたいっていうのが僕の考え方なんで、まあそうですよね。結婚する相手とか旦那さんになる相手のやってる仕事の内容が信頼できないってなったら、それは別れるべきだと思いますよ。どんなにお互い好きでも。思いません？からまあ仕方がないかなっていうのが僕の結論ですね。復活はしないの。いやだからまあ言ってるけど、まあ、僕は旅に出るんで、まあその考え方はもう何度も何度も4ヶ月ぐらい話し合ったんだけど、会話にならなかったっつうか議論にならなかったんで、ちょっと難しいなっていうふうに僕は判断しましたね。だからまあ一リスナーさんとして今後お付き合いをしていくっていうことで話し合いは進んでます。配信者とリスナーさんの関係に戻ろうと。まあ配信自体はずっと応援してくれるとは言ってくれてるんで、俺はね、他人の生き方を変えようとかそういうの嫌いなのね。俺は他人の生き方には干渉しないっていうふうに決めてるから、その代わり自分の生き方に文句があるんだったら、その近くにいないでほしいっていうのが俺のスタイルなのね。他人と過去は変えられないっていうのが俺の考え方だから。変わるかどうか、本人が変わりたいと思って努力するかどうかの問題だから、俺はそこに関しては他人、どんなね、親しい人でも他人だと思ってるから、家族ですら。俺は他人の人生には干渉はしないですね。合う合わないだと思ってるから。それ自分のエゴでしょ。変わってほしいって。彼女が自分で変わりたいと思って変わるんだったら、俺は応援するけど、彼女は俺の道具じゃないから、人間だから。俺は彼女の生き方を尊重したいのね。好きとか嫌いとかじゃなくて、合う合わないの問題だと思ってるから。俺は俺の戦いをするから、彼女は彼女の戦いを自らしてほしいと思ってる。そうそう、相性相性、全ては相性だと思ってて、なんか他人を変えようとすることほど無駄なことはないと思ってて、合わなかったら別れる、会う人と一緒にいるっていうのが俺の考え方だから。他人を変えようっていうのはやっぱおこがましいよ。自分がされて嫌なことはさ、相手にしたくないから、俺は。大人だからね、俺も彼女いい年だからさ。だしね、自分の生き方がとても肩身なまともな仕事だとは思ってないし、だから配信者はあれだよね、特定の彼女作るのダメだなっていうのが俺の今の考え方かな。やっぱりその女の人は心配なわけじゃん。まあ人気商売だから、人気があればあるほど女にモテるわけだからさ。モテなかったら配信者としてダメでしょ。ファンを作るのが俺の仕事みたいなもんなんだから。そこには女性も必ずいるし。ね、俺は1億円稼ぎたいわけだからさ、年間。
この女の人の支援を断りますなんてバカみたいなことやってたら売り上げ半分になるし、チャンスが半分になるから、それは絶対できないよ。そうだね、理解がある人じゃないと無理だと思うよ。だから俺の配信が盛り上がってるのが楽しいっていう人だったら可能かもしれないね。付き合うのは。人間関係って程よい距離感ってあるから、この人とはここまで接したい、この人とはここまで接したくないっていうのは必ずあるから、程よい距離感を知るっていうのは大事だよね。この人とはどこまで踏み込んでいいんだろうっていう。いろんなさ、その顔のタイプであったりとかさ、いろいろあるわけじゃん。性格の相性とか、その人との思い出とかさ。俺が一番辛かったのは、俺が信用されてないんだなっていう、信用させてあげられなかったんだなっていうのは辛いけどね。いや、気持ち悪かったね。速攻ブロックだよね。誰って感じだよね。誰お前って。極端な話さ、男と女って俺もうなんつうの、波長が合ってれば楽しいはずなんだよ、一緒にいて。ただそれだけだと思ってるから、まあ、男も女もそうだと思うけど、俺は人生って限りのあるものだと思ってるから、永遠なんてものはないし、人間は必ず死ぬから、なんかこう有効に使いたいよね、生きてる時間は。楽しいことで埋め尽くしたいと思って。なんかあんまり、そう、周りの人の不幸とか、あんま、耳にも入れたくないぐらい敏感かな。なんか、不幸って不幸を呼ぶから、その負のオーラがある人とは絡みたくない。ポジティブに生きていきたいな。そう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 、そばにいるだけで幸せなんだよ。
パコワングランプリ。すげえな、これ。いつの10、何これ。100円玉ボロボロ。この100円に一体何があったんだろう。この100円すげえボロボロだ。なんだこれ。平成4年。多分なんだけど、3万ぐらいかな、100円玉だけで。今100円玉だけに入れ替えてるんだけど、多分3万円いかないぐらいだと思う。現時点でね。500円玉貯金にするべきだったね。いや、海外に行くための金貯めようと思って。これは使わないけど。海外旅行も視野に入れないといけないからね。旅行じゃないけど。次のやつ行こうか。
YouTuber はすげえよな。成功すると家が建つんだもんな、本当に。すごいよね。家が建つってすごいよね。俺も家が建つような仕事にしたいね、この配信業で。配信業で一国一城の主になりたいよ。俺でもこの流れでいくと配信業どんどんマーケットがでかくなるような気がするんだよね。チップだけでね、家を建てるんだろう。マンションは俺あんまり魅力感じないかな。一軒家の方が良くない？なんかなんでマンションの方がいいんだろう。なんか庭があったりした方が良くないですか？なんかマンションってあれどうなんだろうね。建物、土地の権利もつくのかな。建物だけでしょ。どんどん価値なくなっていかない？目減りしていくんじゃないの。土地は何かあったらさ、遊べるじゃん。これは一軒家。ずっと家が一軒家だったから、アパート暮らしとか嫌だ、嫌ですね。なんか好きにできないから。中古の家と庭付きの家買って好き放題やりたいですね。YouTube も広告代理店の撤退始まってるから怖いね。え、広告代理店撤退してんの？むしろ広告代理店増えてるような気がするんだけど。庭に金柑とかアケビとか植えたいしね。食えるものがいいね。金柑とアケビ、梅。うん。食えるもの。あとはまあなんか家庭菜園とか少し。やってみたいかな。アケビと金柑は絶対植えるかな。うん、アケビ好きなんです。アケビ美味しい。YouTube が広告代理店撤退してるって絶対ありえないと思うんだけど、どこ情報それ。むしろテレビ CM みたいなのバンバン出てきてるじゃん。あれ広告代理店作ってなかったら俺異常だと思うんだけど。絶対ありえねえよ。どういうふうに情報を読み取ったらそうなるの。
アムチンさんいらっしゃい。アムチンさんいらっしゃい。あー、ロン毛か。いらっしゃい。なんか俺のことディスってたとか言って、なんかポンプがすげえ入ったけど本当？別に文句あるんだったら全然とつるけど。なんか俺の文句言ってたっていうの本当？なんか文句あんの？いらっしゃい。いや、全然よ。だって僕、君のこと全然知らないもん。知らない人に文句ないでしょ。いらっしゃい。知らないよ、ポンプ来てたのは。俺、君のことで全然、俺コメント打ったことないでしょ、君の放送で。ある？俺見たことないよ、君のこと。まあ閲覧ね、結構アクティブ200ぐらいあるからね、顔は知ってるけど、君がどんな配信者でどういうことやってるか知らないのに、なんで俺が文句言うの？理屈がおかしいでしょ。文句があるんじゃなくて関心がないと。お前がポンプ来たって今言ったよ。いや、だからポンプが来てたけど本当って聞いたんじゃないの？日本語わかんないの？ポンプが来てたけど文句があるの？本当って聞いて。いや、文句なんて言ってないですよって言えばいいじゃん。別に文句言ってないなら。頭悪いの？だからこの前コメントしたらって、君が俺のところにコメントを打ったんでしょ？俺が君のところで放送でコメント打ってないでしょ？言ってる意味わかる？君の放送をじっくり見ると思う？俺が。君の放送を楽しく見れるわけないでしょ？んな子供でわけわかんないでさ、男なんだか女なんだかもわかんない人でしょって言っただけでしょ？それでなんで君の放送を見てることになるのよ。だ、女装の女なの男なのって聞いたんだよ。それが何がおかしいの？
見たことないって言ってること破綻してるぞ。破綻してなくない？男なの？女なの？っていう。君が女性でどうこうでどういう配信者でしょっていう風に言ってないよ俺。日本語わかる？ああサムネ見たことある、女の人なんでしょっつったら、みんなが男男っていうか、ああ男の人なんだ、女装なんだって言ったんだよ。バカなの？うん。いや文句がないんなら別に君と絡む気ないから。うん。いや君がディスって、君がディスってるよっていうことをポンプが飛んできたから、だから本当なのって俺が聞いたら、本当か嘘かを答えないまま、いやポンプ来たの俺の方なんだけどっつって、なんかわけ会話になってないのよ、わかる？だから文句があるんなら直接話しつけるから、別にトツかけてくれいいんじゃないのっつってんの俺は。わかる？文句がないんだったら別にないじゃん、別に俺君のこと興味ないんだから。だからサムネを見た時女だと思ってたって言ってんじゃん俺。だからさっきから言ってるけど、君のところでコメント書いたことある？ないでしょ？君は何回か書いてくれてるけど。話わかんないの？いや別に冷静すぎる。だって文句言ってるっつっても別に興味ないから言わせておいていいよって。だ本当に文句があるんだったら直接かけてくればって俺はそのポンプの人に言ったのよ。別に俺が文句言ってなくない？言ってないでしょ？だからロン毛がお前のことディスってるぞって言ったから、ああ俺は知らない人からディスられることなんか慣れてるからほっといていいよって。ただ本当に言いたいことがあるんだったら別にトツかけてくればいいんじゃないのって言ったのよ。それがディスなの？放送聞いたら言うてたやん。何が？なんて言ったの俺が。君聞いたのね。君、俺が君のことディスってるの聞いたんでしょ？俺は君のこと知らないから興味がないっつったの。それディスじゃないから。わかる？君に関心がないし、君の放送を見たことないから興味がないっつったの。で、君が文句あるんだったら別に電話受けるよって言ったの。わかる？ラチ開かないから電話かけてくれば。じゃあ LINE 公開してるから。うん。いやかけてくのはめんどくさいから。 100% 俺が言ってることの方が正しいと思われるぞ。かけてきねえよ。じゃあなんか病気なんだろうね、多分ね。うん。あ、バガーありがとうございます。おはようブロリはい、どうぞ。許可したよ。いや、貯金は誰でもできるでしょ。貯めるか貯めないか。いや、わかんない。数は数えてないから。100円玉と10円玉入れ替えてるだけだ。承認する前にかけたら繋がらないよ。今もう承認したから繋がるよ。承認される前にかけたんじゃないの？今、繋がるよ。あ、今かけるって。
今かけてくるって。いや、募金盗んで承認したよ。今話聞いてないなこいつ。承認したからもうかけられるよって今言ったでしょ。おはようにゃ、おはようございます。ね、気分悪いね。絶対失敗。もしもし。あ、もしもし。もしもし。あ、はじめまして。はいはい。あ、アムチンと申します。はい。あ、電車バットは嘘だったってことですか？僕のことなんかロン毛とかどうのこうのみたいな言ってたみたいなとか、テレチャンピンの放送見たんですよね。テレチャンピンの放送、いつの話ですか？朝です。あのテレチャンピンと電話かけてきてたじゃないですか。 かけてきてた、かけたんですかね。僕電話かけましたよ。それがあなたに関係あるんですか？いや、関係ないです。関係ないですよね。はいはい。いや、それでなんか俺のことロン毛どうのこうのみたいな。いや、言ってませんけど。あ、じゃあ電書バタ嘘だったってことですか？あの、僕が言ったことに関してとかね、はい、僕が発言したことを、僕が放送で言ったことに関しては僕は責任取れます。ただ電書バタがどうのこうのっていうのは知りません。はいはい、僕が責任負える範囲じゃありません。だからあなたがどんな内容でね、はいはい、コメントがあったかも僕は知りませんし、僕はあなたに関心がそもそもないんですね。うん、だからその件については知りません。はいはい、嘘かどうかっていうよりもその事実がどうかを知らないので。ああ、だから事実じゃないってことですよね。だから知らないっつってるでしょ。事実知らないものもあなたのことなんだから事実かどうかは分かるじゃないですか。あなたが言ってるか言ってないかの話なんだから。伝書バトでどういうふうにどんな文面が伝書バトはどうでもいいんだけど、どうでもいい、あなたが言い出したんですよ。違うやん、違うやん。それは言われたから、あなたが今伝書バトのことは嘘ですかって言ったから、僕がコメント打ってないことに関しては僕は責任取れないっつったんですよ。伝書バトで来ただから言ってんじゃん、自分が言ってるでしょ。だから来た内容を僕は知らないっつってんの。今言ったから。今言ってないですよ。どんな内容が来たんですかっつったら、そんなの関係ないって今言ったんですよ。録画残ってますよ。どんな内容が来たんですかっていう、その前の話、伝書バトでなんかロンゲってリスってたとか、なんかいろいろなんか言ったから、言われてきたから。あ、じゃあもう一言いいですか、一言いいですか、一言いいですか。はい、どうぞ。うん、あの、僕あなたのこと知らないですし、そもそもロン毛っていうのはディスになるんですか。僕は言ってないですよ。ロン毛っていうのは言ってないんですね。いや、別にディスどうのこうのじゃなくて、違くて違くて聞いて、ロン毛っていうのはディスなんですか。僕は日常会話でロン毛だねって言われた時に、ロングヘアの人に対してロン毛なんだって言った時に、お前舐めてんのかっていう会話にならないはずなんですけど。あ、ならないね。うん、じゃああなたは何に対して怒ってるんですか。ロン毛がどうこうって言われたみたいな。どうこうっていうのは何なんですか。僕が気になってるのはそのどうこうの内容なんですけれども、僕はあなたのこと、僕が言ったのもう一回復唱しますね。そもそも言葉を言ってないんだったら、もう一回復唱しますね。もう一回復唱しますね。もう一回復唱しますね。僕はあなたがどうこう言ってるぞっていうリスナーさんの伝書バトに対して、僕はあなたのことをよく知らないから別に言わせておけばいいよって言ったんです。まずそれが1点目ですね。だから知らない人からディスられるなんていうのは配信者は当たり前なんで僕は気にしてないと。ただ本当に文句があるんだったら直接あの電話かけてもらえば僕は対応しますよ。僕が言ったのはこれだけです。文句っていうか普通に確認したかっただけであって、いや、だから確認したいのであれば、だから電話かけてこいよみたいな感じの言うことじゃん、言うたら。そうやって、そうですよ、文句があるんだったら電話かけてこいっていうのは普通のことじゃないですか。文句があるんだったら配信でグダグダ言ってないで、いきなりさ、ロンゲなんか普通に聞いたときに、僕あなたからコメントがあったときそういう対応しました。あ、何々さんいらっしゃいっていう言いましたよね。それであなたがふっかけてきたんじゃないですか。どう考えてもあなたのやってることの方が間違えてると思いますよ。だからはい、じゃあ、まあ話変わってるけど話変わってないですよ全然。え、じゃあそもそもだからロン毛って言ったのか言ってないのかで、言ってないって言ったから、もうだから電車バト間違ってたってことだよね。じゃあ謝ってください。
いや、まあ、謝りそうですよね。あなたがね、文句があるっつってかけてきてるんだから、うん、それは筋を通して謝るべきなんじゃないですか。それもできないんだったらもういいです。あなたとは関わりませんので。あ、そういうことでした。あ、すいませんでした。勘違いしてました。すいませんっていうことが言えないんでしょ。あ、そういう。いや、まあ、勘違いしてたことは謝る。そうだよね。うん。ただ、じゃあ謝ってください。普通にしたときに、謝ってください。なんか、どうにも喧嘩腰に聞こえちゃったんだ。謝ってください。それはあなたが、うん、だから、謝って。自分の放送でちゃんと謝罪枠開いてね。なんでそこまでしないといけないの。あなたはリスナーさんの前でそれをやってるんだよ。俺は言ってるから、ちゃんと普通に今からワードの枠行くからって。あ、そう。うん。で？切る寸前にな。うん。で？じゃあここで言えばいいじゃん、別に。謝る。いいよ、だから謝ってじゃん。勘違いしたらのはね、うん。でもそうやって、いや、早く謝ろうよ。謝ってから話聞くよ。謝るっつってんじゃん。だから謝りなよ。謝ってからでしょ。うん、どうぞ。ごめんな。で、何の件について？ちゃんと言って。わからない人もいるから。電書バトのことを聞いて喧嘩腰にふっかけたのは謝る。うん、うんうん、分かった。でもでも俺がコメントした時にどうも喧嘩腰に聞こえたから、うん、それは本当は謝りたくないんだけど、今は。でも謝りたくないのに謝るのは配信者として間違ってると思うよ。違うじゃん。だから何が違うの。喧嘩腰に聞こえたんだよ俺は。だから当たり前でしょ。それは君がね、電書バトにポンプに反応して、君配信何年やってるのか知らないけど、いろんなコメントが来るんだよ、喧嘩させようと思ってね。それはわかるよ ね。君を配信者だったら。まあでもちょっと待って、最後まで聞いて。ああでね、君は喧嘩腰に来たの。だから僕は普通に挨拶した時に、君からポンプの電書バト来たけど本当っていうことに対して、嘘か本当かも言わないで、いやお前から来たんだけどっていうの。コメント読み上げてあげようか、キャプってあげようか。うん、コメント読み上げて。ごめん、なんて書いてか覚えてない。覚えてないでしょ。いくよ。ヤッホーって来たじゃん。でアムチいらっしゃいって言ったの。ロンゲですって言った時に、うん、あ、ロンゲさんいらっしゃい、ロンゲです、ロンゲです、いらっしゃい、いらっしゃい、イエーイ、文句あんの、そっちじゃねえの。これさ、どっちが喧嘩売ってると思う。待って、ここイエーイ、文句あんのそっちじゃないの。いや俺は文句ないよ、君のこと知らないからって。むしろじゃあロンゲですって言った時点でさ、なんでさ、そっちがポンプって言ってさ反応してくんの。意味が分かんないんだけど。違う、俺はもともとさっきの電話の時点で君のリスナーさんが来た時に君が文句言ってるよっつったから。じゃあ俺はね、違うじゃなくて、人の話はね、俺はロンゲって言われてたんだって、もう確証したんだよね、そこは。だからあのね、人の会話をするときはね、相手の言ってることを理解できないと反論はできないよ。それさ、小学生と。違う、待って。俺のコメントをもう一回読み上げて、その順番に。うん、いいよ。もう一回、じゃあ一番最初から読み上げてあげるね。ごめんね、ごめんね、うん、ありがとう。ヤッホー、これ、こっからスタートで合ってる？君が打ったんだからね、合ってるよね。で、その時に、あ、アムチンいらっしゃいって言ったの、俺は。言った。で、うん、君からロンゲでーすって来たの。そう、うん、ロンゲっていう、あの、あれがあったから、それを打って反応があったらって思ったんだよ。でロンゲです、ロンゲですって来た時に、あ、ロンゲさんいらっしゃい、ロンゲどうもどうもって普通に対応してたよ俺。でその次のコメント俺何で、俺はその時自分のトークで、いや、あのアムチンのリスナーさんから、ね、君が文句あるって言ってるんだけど本当って言ったら、イエーイ、文句あんのそっちじゃねえのっていう風に君が返してきたの。いや違う、そこでさ、なんでそういうあれを、どういうこと、もう一回言って、なんて言ったって。うん、だから人の話はちゃんと聞いた方がいいよ。もう一回言うね。ごめん。うん、ごめん。ロンゲですって普通に対応してたでしょ。うん、その時に、うん、君のリスナーさんからなんか文句言ってるっていう風に俺言われたんだけど、うん、それ本当って聞いたの。そしたら、うん、文句あんのそっちじゃねえのって言ったから、俺は文句ないよ、君の放送を見てないからって答えたの。そしたら、うん、むしろ俺の方にポンプ来てたよって。だから人の話聞いてないんだよ君は。だから、あ、そうなんだって。だから逆に俺の方にもポンプ来てるし、うん、そっちにもポンプ来てるってことだよね。だからそれがポンプだからってことだよね。そうだよね。うん、そうだね。で何が言いたいの君は。え、その次コメントしてなかったっけ俺。うん、その次、うん、でむしろ俺の方にポンプ来てたよ、あ、そうなんだって答えたので、お前がポンプ来てたって今言ったやんって言ったけど、あのね、さっきも言ってるけど、俺がポンプしろって言うわけないじゃん、君に関心がないから。君の配信に興味がないの俺は。だからポンプが来たのは君のリスナーが来てるのね。わかる。いや、まあお前がずっとポンプみたいなことをしてるから俺はそうやって思ったわけですよ。俺がポンプしたっていう証拠を出して。じゃあ今、いや、鮫島のとこ見てたんだよ俺は。
あの昔、んちょ1週間前ぐらいかな。うん、で、でそれでポンプしてるの見てるから、あそういうことする配信者なんだっていう、あのもうなんていうの、まあ、決めつけがあったわけ。それは君の決めつけだよね。だから謝るべきだよね。そうだよ、うん、じゃあその件についても謝って。その件についても謝ってるじゃん。その件について謝ったんじゃないの。勘違いしてって。うん、だから君が悪いじゃん。その件もあっての勘違いだったから。じゃあ君が悪いよね。で、さらに言うなら、ヒカル君とサメ島件、あのサメちゃんの件に関しては、俺ポンプ入れてるけど、本人の裏取ってるんだ。ヒカル君もね、ムカついてると。で、サメ島さんもね、行くんだったらって知ってるよね。俺ちゃんとそこ裏取ってるのね。裏取ってるってか、まあ、で。でって何？で、君の場合は言われのないことに対してポンプに反応してるんだよ。俺が君のこと相手にすると思ったら大間違いだよ。あ、はーい。うん、はい。じゃあね。すいません。はい。はい。はい。出直してきて。はい。話なんだよな。おはよう、はるちゃん。おはよう。うん。あ、便所太郎さんはどつです。いや、面白くないっつうんだったら、別に、あの、もうね、文句があるんだったら徹底的にやってあげるけど、だからリスナーさんのポンプに反応しただけでしょ？うん。まあ、どんまいだね。勢いだけで来ちゃったんだ。もうリスナーに踊らされるとか、もう配信者としてクソすぎるから。あの普通喧嘩凸とかかけてくるときって裏取るから必ず。お前これ言ってたよなって、未熟だね配信者として。勢いだけじゃ配信うまくいかないよ。ぬこさんバーガー2つありがとう、うん、だってね、俺がだってニコ生でさ喧嘩突とかずっとかかってきたんだよ俺。うん、こんなへりくつに負けるわけないじゃん。言いがかりにも程があるじゃん。お前のリスナーがとか言ってる時点でまず間違いで、自分の放送に来たら自分のリスナーなんだよ。お前のリスナーとか言ってる時点でもう配信の捉え方が間違ってんのよ。自分のところに来たお客さんっていう認識がないんだよ。お前のリスナー、俺のリスナーって言ってる時点で。そう。閲覧伸ばす方法なんかいくらでもあるのね。アクティブ200ぐらいあって頑張ってると思うよ、常に。俺は、頑張ってる配信者だし、まあ面白いから人が集まってると思ってるんだけど、なんつうんだろう、とてもじゃないけど今のトークを聞いてる限り、トークでそのリスナーさんを楽しませてるんじゃなくて、若い子たちになんか音楽とかわかんないよ、トークのノリだよね、テンションを上げてその盛り上げてるだけだと思うの。そういう配信者5万と見てきたけど全員潰れてんだよ。配信者って人間力なんだよ。俺だって閲覧稼ごうと思ったら、未だにさ、500人以上稼、余裕で稼げるのよ。狙った時は。だから、あえてそれをやらないのは、リスナーさんとの対話を重んじてるからなのね。そう。だから、君は閲覧が多くてもフォロワーが少ないの。要は、君のこと応援したいって思ってる。要は、ウェイってコメント打ってくれるかもしれないけど、ね？君のことを人生かけて追いかけようとか、君のやりたいことを追いかけようじゃないのよ。その場しのぎの、退屈しのぎなの。それじゃあ君配信者としての寿命が短いよ。君が何か配信で大きなことやりたいって言った時にね、力貸してくれるリスナーさんがいると思う？うん。見てないよ。手に取るようにわかるんだよ。ってことは図星なんでしょ？わかる？そうやって痛いところ疲れたらさ、話をそらすのもダメなのよ。おはよう。そう、リスナーさんのポンプに、まあ別にポンプに踊らされて、それをうまく扱えるんだったらいいけど、要は俺に喧嘩売る度胸もないわけじゃん。他の配信者で勇気ある配信者だったら飛び込んでくるよ。今から東京行ってお前のことボコすわ、つって。うん。要は神回も作れないの、根性ないから。そんな配信者はね、そのうちいなくなるよ。みんな本気でやってるから、
半端な配信者は半端に終わるから。伊達にね、3年と8ヶ月いろんな配信者と絡んできてないですよ。耳が痛えだろ。リスナーさんはバカじゃないから、よく耳も肥えてるし目も肥えてるよ、うん、特にうちのリスナーさんはバカじゃないからね。小銭、そうそう、その世界旅行っていうか世界旅するときにお金貯めないとと思って、もう半年ぐらい貯めてて、今100円玉入れ替えてるんだけど、100円玉だけにしてる。あの銀行を持っていくときに100円玉だけの方がいいなと思って。これどうだろうね、これで多分5万以上あると思うんだよ、6万ぐらいあるんじゃないのかな、数えてないんだけど。100円玉だけ抜き出してるんだよ、うん、初見さんいらっしゃい。金額ね、いやもちろんあれだよ、あのいつか開封枠やるけど、まだその100万200万ぐらい貯めようと思ってて、それでもう3年ぐらい旅行くぞっつって、だからリスナーさんからもらったお金は大事に取っといてますよ。そうそう、切り詰めながらね。配信業なんかさ、いつ人気商売だからいつ廃るか分かんないじゃん。蓄えておいて、そうそう、いい時にさアイテムもらえるわけですよ、その頑張れよっつって。でもいつまでねそれが続くか分かんないから、やりたいことやるためには貯めないと。だから自分の生活費とかを決めて、もう全部その余った小銭は全部ぶっ込んでたん。これは1ヶ月でその使っていいお金で、余った分はもうボン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 このリステリンの箱の中に詰め込んでて、おはよう。お、マミリンだ、久しぶり。めっちゃあるでしょ。初見さん、じゅんさんいらっしゃい。いい主婦になる。俺ね、主婦が夢だったんだよ。なんでさ、女の人は社会進出、ね、男女平等だってやってんのにさ、男の人は主婦になったらダメなんだろうと思って。俺、お金持ちの女の人の主婦になりたいんだよ。洗濯物好きだし、部屋掃除好きだし、ね、料理も好きだし、主婦になりてえよ。男女平等っていうんなら、男も主婦させてくれって思うよ。専業主婦になりたい俺。家計簿とかつけるのも好きだよ。うん、主婦いいよ。なあ、お金持ちでバンバン稼ぐキャリアウーマンと結婚して、俺は家事に専念して。団子プレゼントありがとう、センキュー。おはようマリアン、おはよう。昨日ふわっちの収入公開してどうやってた主さんいたんだけど、ふわっちってすごいですね。いくらぐらい稼いでたのその人は。ケンさんじゃないのその人。ケンさん結構稼いでるでしょ。多分ケンさんだと思う。別だったらごめんね。ケンさんだってふわっち長いからね。しかも結構上位の方にいるし。やってみるとわかるよ。なんか、ふわっちってお小遣い稼ぎでしょとか言ってるけど、もう15万以上稼いでる人だって何十人いる？ 60 人ぐらいいるよ。
私も見ました。半額じゃなくて7割ぐらいもらえるんですね。いやいやいや、7割ももらえないよ。7割ももらえない、もらえない。半額だよ。大輔さんいらっしゃい。そんなもらえないよ。半額以下だよ。半額以下。お、100円ボックスが満帆になるぞ。100円ボックス満タンになる。これ10万いかないかな。花火ありがとうございます。ぬこさん、閲覧数によって割合違う？いや、そんなことないと思うけどね。いや、そんなことないと思うよ、うん。遠回しに普通に働いてる人バカにしてるように聞こえて嫌だった。それは絶対間違いだよ。本来はその何て言うのかな、配信で才能のある人って普通に働けない人なんだよ。だからその人たちが最後の人生一発逆転を狙って配信をやるのが普通だと思ってて、だって見てる人は頑張って一生懸命働いた額の中からお小遣いの中からチップくれるから、俺はそういうなんか人をバカにするのは良くないし、リスナーさんの生き方を否定するのは俺は良くないと思ってるよ。だってみんなが働いて一生懸命働いたり、そのお小遣い切り詰めて、あ、和道の放送面白かったからチップあげるねっていうのが本来正しいやり方だと思ってるから。だから俺はあんまりくれくれっていうのも違うと思ってて、面白い配信やってたら、あのアイテムちょうだいっていう言い方はしてるね。そしたら俺頑張れるし、これで食っていけるから、なんかそうみんなの暇つぶしできた時にあの気持ちもらえると嬉しいなって。例えばその延長1回するのに50円かかるの知ってた？で結構、どれくらいだろう、1ヶ月に1万円分1万5千円分ぐらい延長チケットを自腹で買わないといけないのね、配信者は。あのヘビーにやる人だと。だけどそれが1回の放送で1回延長 するのを足しにしてっていう風にやってもらえるとすごく助かるんだよ。半年で500万ぐらいいった、半分公開。へえー、すごいね。うん、それはすごいわ。でも誰かをバカ、自分が成功した時に誰かをバカにするっていうのは本当の成功者じゃないと思うよ。あ、マさんありがとうございます。いやいやいや、普通の考え方だと思うけど、一般人っていうか普通そうでしょ。だってね、なんかさ、よく言うんだけど、例えば普通にこれ、例えばコンビニで600円で売ってる服なんですよ。だけどこの服っていうのは買った人はコンビニさんとか服屋さんの店員としか関わらないからわからないかもしれないけれども、これを搬送してる運送会社の人がいて、この黒を染めるものを開発してる人とか、それを原材料で、取ってる人とかいたり、繊維とか布の繊維でしょ、これをこうなんつうんだろう、編み込む機械を作ってる人とか、とんでもない人の数が関わってんだよ。で俺は配信を頑張ってそのこの服が買えるようになってるけれども、実はこの服1個っていうのはすごい膨大な人間がその関わっているのね。でそれぞれ仕事を一生懸命やってるから俺はこの服を買えるわけですよ。そうだから、そのなんつうんだろう、そういうものが見えない人ってバカなんだよ。そのなんつうんだろう、子供なんだよ。そのなんていうのかな、俺ができたのは俺の力だって思うのって、それじゃ社会回んないのね。それぞれにあの自分の持ち場、役割だと思ってるから俺は。で俺の仕事っていうのはみんながこう暇な時に面白いことやったりとか、なんだろう、寂しい時とかに話し相手になるっていうのは、俺は暇つぶしが俺の仕事だよっていうふうに言ってるから、暇が潰れたらお小遣い欲しいっていう。部屋変わってないよ。カウパー大佐いらっしゃい。俺はなんでこの服買ってるかっていうと、見栄を張って服選ぶのがさ嫌だって言ってるんだよ。服選ぶ時間がもったいないとか見栄張って言ってるけど、本当はいい服着たいのよ。だけどその配信業っていうのすごくシビアな世界だから、俺が稼げば稼ぐほどリスナーさんの負担がかかるので、今その1500人ぐらいのフォロワーさんがいるんだけど、まあ1人100円払ったら15万になる計算なのかな。
1人の人が1ヶ月に100円払ってくれたら俺に15万の収入があるっていう計算で OK かな。だからその15万以上取るっていうことは誰かが200円払ったり誰かがっていうのがあるから、もしこの放送をヘビーに見てくれる人は、まあその収入の100分の1ぐらい、10万円稼いでるアルバイターだったら1000円ぐらいね、花火一発ぐらいくれたら嬉しいなっていう、毎日見る人はね、それだけで俺らうまくなりたつからっつって、もし応援してくれるならアイテムちょうだいって言ってる。で、1万人のフォロワーとか10万人のフォロワーとかになって初めてその1000万稼ぐとかさ、年収1000万とかになったら、俺はなんかバランスがいいと思うよ。みんなに成功したな、ワドっつって。応援してた甲斐があったよって。俺の仕事はリスナーさん増やしたりとか、俺の放送ね、応援してくれる人をまず増やすことが先だと思ってるから。バカ4個ありがとう。いや、うまくいかないんだよ。その特定の太い囲いさんから100万円もらうとかさ、そんなの一生続くわけないじゃん。一生続かないってことはそれ仕事じゃないと思ってるから。そうじゃなくて、そのみんなに支えられた方が、一般的なんだよ。息が長いって言うんだけど。だから俺はヒット商品を作るよりロングセラー商品を作りたいの。まあいいんじゃない？別に。今が良ければいいっていうのであれば、まあ瞬間的に稼いでね、パッといなくなるっていうのはさ、その時間効率はいいわけだから。ただ俺は何だろう、この配信っていう仕組みが好きだし、配信自体盛り上げたいし、みんなと一緒にこの配信っていうのを見届けたいし、パーツになりたいの。だから俺は一生関わるつもりだよ、この配信っていう。ワドの配信に対する意識は本当尊敬する。それは俺が引退をするときに気がついたことが多かったかな。もうこの世界から足洗おうって言ったときにいろんなものが見えたんだ。要は俺が傲慢だったんだよ。でももちろん無料で見てくれてる人もいっぱいいるの。俺がまず応援の仕方っていっぱいあって、まずは見ること。嫌いでもいいから見ることが応援で、次にもしこの人応援したいと思ったらコメントを打って会話をすること、これも実は応援なのよ。よくさ、歌舞伎役者とかで「よ何々や！」みたいなのあるじゃん。あれがないと盛り上がんないの。コメントそういうことなの。「よワド！」って「いいね！」っていう掛け声なんだよ。これで盛り上がるんだよ。応援なんだよ。で、さらに応援がフォローなんだよ。また見に来るよっていうこと。フォローそういうことでしょ。よし明日も見るよっていうフォロー。で、さらに上なのが、その、お金を払う。アイテムを、こう、小遣いをあげるってこと。これを、谷町とか言うんだけど。要は、一番上位の応援方法。だけど、俺は、その、全員谷町になってって言わないの。それを決めるのはみんなだから。でしょ？だから最初は見に来てくれてありがとう。コメント、さらにコメント打ってくれたら嬉しいよって。で、もしまた見たくなったらさらに嬉しいじゃん。で、あ、こいつには金払う価値あるわって言って、みんなが値段をつけて初めて俺に価値が生まれるんだよ。そう。それを積み重ねてやっとプロになれると思ってるから。だけど、そう、ただで見てる人も俺応援してるからっていうのは傲慢にならないで、そう、お金を払ってくれてるリスナーさんがいるからこの放送を見れてるんだっていうのは少し覚えておいてほしいね。そう。100円、200円で、小学生でも払えるじゃん。その100円、200円が、その、俺の放送を支えてるんだっていうのを忘れないでほしい。そう。お金を払って初めて俺に値段をつけてくれるってことだから。俺をその、なんだろう、普通の配信者にするか、俺をプロ配信者にする権利があるのは実はリスナーさんなんだよね。だから俺はリスナーさん、自分のリスナーさんを悪く言う人っていうのはあんま好きじゃない。いや、プロかどうかっていうのは稼いでるかどうかじゃなくて、俺はプロ意識だと思ってるから。プロ意識を持ってるかどうかでしょ。まあもちろん稼いでることも必須条件だけど、そう。稼いでるからってプロじゃないんだよ。稼いでてさらにプロ意識を持ってるかどうかなんだよね。団子プレゼントありがとう。ホラフキンちゃん、シビアな世界ですね。そうだよ。
いや、まあどの世界もシビアだよ、プロっていうのは。ほんの一握りしか、おはようマジルだ、ほんの一握りしか稼げないんだよ。だからよくプロって名乗るのって覚えておいてほしいんだけど、プロって名乗れる人、食っていける人っていうのは天才なの、その業界の。実は俺も天才に入るの。これあれだよ、おごりで言ってるわけじゃなくて、例えばさ、将棋の世界でプロを名乗る人って絶対素人には負けないんだよ。わかる？だからその辺の素人に配信やって閲覧負けることは絶対にないの、俺は。トークさせたら素人の人よりもうまいって言わせる自信はあるの。あるっていうかもう絶対うまいんだよ。ただ、プロの世界っていうのは一流と、その、超一流の世界。要は、その、将棋の世界で言ったら羽生さんとかさ、加藤一二三さんとか、もう名だたる人っていうのは天才の中の天才なの。その食っていけるっていうプロとしてライセンスを持ってる中で、そのトッププレイヤーなんだよ。だからこの世界で言うとうなちゃんマンであったりとか、そのヒカルくんとか金梅さんとか、まあ俺はそこには達してないけど、プロはプロだと思うよ、うん。配信自分でやろうと思ったら絶対無理だと思う。そう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 。まあでもそれはプライドあるけど、まあだからさっきの若い子も実力あって勢いあるけれども、結局話してみたらキャリアの差で負けちゃうわけじゃん。言いくるめられちゃうわけじゃん。そう。そこっていうのは、その、なんつうんだろう。勢いは、実は、勢いが大事じゃないから、勢いを抑えるっていうこともやってるのね。勢いだけで、だから彼って閲覧俺よりはるかに多いはずの。まあ俺は閲覧あえて抑えてるんだけど、でもフォロワーの数が少ないでしょ、彼。そう。っていうことはね、色物として見られてるのよ、彼は。もし本当に面白いんだったら明日も見ようって思うはずだから。それがないんだ。認める人は認めるっていうか、俺はなんだろう、その、自分の論っていうよりは結構その、大人だったらわかるでしょっていう感じで話してると。そうそう、もろは。だからリスナーさん取られちゃう。力ある配信者とコラボすると力ある配信者にリスナーさん取られちゃう。新しいフォロワーさん紹介しようか。新しいフォロワーさんを紹介します。ほぺちゃんまんさん、ぬこさん、さのちゃんさん、まさん、みーちゃん、フォローありがとう。でもそれはやっていく中でそう磨いていく部分だから、一概に最初は勢いでいいんだけどね。勢いがないやつは上に行けないから。でももう俺はもう3年とね長くやってるから、勢いだけじゃ上に行けないんですよ。勢いだけで上に行けるぐらい簡単な世界だったらいいんだけどね。一発屋みたいなのいっぱい見てきたでしょみんな。5000人コンビとかニコ生で持ってたのに干されてる、ふわっちで干されてる人いっぱいいるよ、うん、ふわっちで S ラン10も稼げない人たちいっぱい見てるよ俺。だけどそれは勢いでやってたからの。そう、ニコ生からリスナーを引っ張ってこれない。お前がふわっち行くなら俺見に行くよって言わせらんないんだよ。だるいわで終わっちゃうんだよ、うん、頑張ってねえで終わっちゃうの。それじゃあダメなんだな。こいつの人生どうなるのか見届けたいって思わせてあげないと。自分が商品だからね、配信者は。自分っていうコンテンツだから。プロデュースっていうか、俺は結構その自分が配信プレイヤーとしてやるよりも、なんだろう、この子伸びるよって言ったことで、言った子で、例えば、閲覧が、その10人、20人とか30人とか、30人以下の子だね。で、この子は半年以内に伸びるって言ったこと、全員伸びてる。だから、結構ね、そこはみんなにね、言われる。和道が伸びるって言った配信者、全員伸びるねって。
昔からね、発掘するのが好きなんですよ。おはよう。風船10個ありがとう。リナネコもね、閲覧20ぐらいだった時に、君伸びるよって、安心していいよって言ってから爆発的に伸びた。持ってるやつと持ってないやつをすぐ分かる、配信って。だからドレさんも伸びるっていうのを予言してからずっと伸びてるでしょ。ドレさんはまだまだ勢いあるから伸びると思うよ。ドレさんは時間帯が悪すぎる。いや、今はドレさんだね、旬なのは。ドレさんはこのまま中堅っていうか、いいとこまでガーっていくと思うけど、大手になるかどうかはまた別だけど、いいポジションは取っていくと思うよ。みんなに可愛がられると思う、大手配信者に。ただ、ドレさんの注意しないといけないところっていうのはもう予言してて、半年以内に女のスキャンダル絶対出るって予言してる。多分今パコりまくってるから、人気が出て、女の子からキャーキャー言われて。で、ドレさんがコメント見てるときにそれ言ったの。見てるかどうか知らなかったんだけど、ドレさんの解説やってたのね。その女と今パコりまくってるから、女で揉めて干される可能性があるっていう話をして。で、そしたらドレさんが正解って言ってたよ。で、ドレさんはだからパコってるんだよ、今。女の子と。モテモテなんだよ。それそうでしょ。人気が出るってことはモテるってことだから。フグちゃんってニコ生からなの？フグちゃんニコ生で結構人気だったよ。だからフグちゃんは、まあ、今、再評価されてるっていうか、すぐ伸びたじゃん。それはまあ当然だなと思ったよ。フグちゃん愛されキャラだから。配信者モテるよ。僕もパコりたいです。俺はなんかパコりたいとかなくて、全然。若い女、正直あんま言っちゃダメかもしんないけど、俺ですら若い女の子とかから、まあ10代後半の女の子とか、20代前半の女の子とか、なんかいきなり裸の写メが送られてきたりとかするよ。笑うでしょ。いきなり LINE かかってきて、放送外で、いきなりビデオ通話パッてつけたら、女の子が裸で、なんか、何やってんの？みたいな。モテるモテる、全然。有名になるってことはモテるってことだから。芸人さんと一緒だよ。あ、全然あるよ。だから、服着ないと風邪ひくよって言って、和道さん釣れないとか言われるよ。俺はあんまり、なんだろう、女の人と出会いたいとかいう目的でやってないから。赤目仙人だ。のんちゃん激おこになるんだよ。いや、知ってるよ。だってのんちゃんは香川さんにね、おっぱいの写メ送ったりしてんだから、放送中に。で、香川さんそれでオナニーしてんだから。俺はそういうことしないよって。まあ、だからしないんだけど、送られてきちゃうっていう。そうそう。よっさんモテまくりだよ。よっさんの彼女なんか連れてる女なんかびっくりするぐらい可愛いよ。もう、フランス人形みたいだよ。びっくりするよ。よっさんクラスになると。えっていう。六本木で時給8000円レベルだろうっていう女の子だよ。本当に。えっって。足びっこ引いたおじさんが 六本木のね、トップキャバ嬢みたいな、フランス人形みたいな可愛い女の子連れてんの。オフで。よっさんはモテるのでは、配信者としてのブランド。そう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 。女の子ってね、見えない権力とか意外と好きなのよ。要はね、その時乗ってる男が好きなのね。要はね、女の人って金持ってるから寄るんじゃなくて、金を作りそうな、仕事ができる男が大好きなんだよ。配信者が仕事ができるっていうわけじゃなくて、金生む匂いがするんだろうね、多分。本能的に。すごい世界だよね。だって、よっさんなんかさ、同級生でいたら絶対いじめられる対象でしょ、あんなの。職場にいたら絶対キモいって言われてネタにされる対象でしょ？野田ゾーリとか。モテるんだよ、配信の世界って。だから、よっさんがね、なんか、ニコ生の時に、放送ロムってたらすげえいいこと言ってて、俺は生主やって本当によかったってしみじみ言うの、ベロンベロンになって。俺、生主じゃなかったら素人童貞だったよ。稼げなかったのが稼げるんだよ、モテるんだよ、女とパコれるんだよ、最高だよって言ってて、心がこもりすぎてて俺泣きそうになったんだよね。よっさんの人生変えたんだと思って。この配信っていう世界が、一人のモテない男をスターにしたんだよ。
すげえもう気持ちこもってて、俺泣きそうになっちゃって、配信っていいなと思ったよね。絶対そうなんだよ。本音なんだよ、あれ。絶対モテないんだよ。そう。でもモテない人の気持ちってモテない人しかわかんないから。プハさんいらっしゃい。マリニャンもワドさん好きって言ってた。マリニャンと初めて会った時は、プレゼント買ったの、小物。ハンカチが、可愛いハンカチが東京駅で売ってて、ハンカチそのままプレゼントをするのはあれだから、その、可愛いハンカチ、その、なんだっけな、ハロウィンの時期だったわ。パンプキンの、こう、可愛い、マリニャンが好きそうなアニメっぽいハンカチ選んで、で、それだけ渡すのもなんか照れくさいから、飴の専門店があったから、飴の専門店に行って、で、梱包してもらうときにそのハンカチでキュッて結んでもらって、で、こんくらいの小さいなんかボックスにしてもらって、マリニャンに来たときに、はい、お土産って渡して。そうそう、女の子だからさ、やっぱり。手ぶらで行ったら失礼になるじゃない？特に若い子だから。あ、ねえ、マリニャンは。ゆいゆいも和道さんタイプって言ってた。複雑ですね、それは。よっさんのいいところはダンスが可愛いところ。よっさんっていうか、配信者はやっぱ可愛いよ、みんな。どっかしらの可愛さがないと、ダメなんだよ。俺、うなちゃんマンとか可愛いさあると思うもん。なんかね、俺女だったらうなちゃんマンに惚れてると思う。なんかほっとけないんだよね。母性本能くすぐるんだよ。うん、ゆいゆいも和道さんタイプって言ってた。ちょっと一晩借りていいですか、ゆいゆい。ちゃんまんなんかかわいい。おい、俺はよ、かわいいだろ。ケビ。怒られる。あんまりやると不機嫌になるから。ロムって見てるからね。ちゃんまんかわいい。似てるでしょ。新しいフォロワーさん、ももこさんフォローありがとう。奨学支援しようとした囲いに対して、塵も積もれば山になる。塵は山になる前に吹き飛んじまうよ、バカ野郎。すげえな。あ、じゃあそれ、うな風にちょっと読んでみようか。おい、塵も積もればよ、山になる。バカ。塵はよ、山になる前によ、吹き飛んじまうよ、バカ野郎。ゲビ投げるゲ。言いそう、超言いそう。うなちゃん言いそうだね。シケキノコは何してるの？知らないな、シケキノコくん。俺、うなちゃんマンがふわっち来た時の筑前煮のくだりがもう腹抱えて笑って、筑前煮っていうワードだけで30分ぐらい話して、トツもバンバンかかってきて、天才だなって思ったよ。普通配信者って1個の話を5分ぐらいで終わっちゃうんだよ。普通の人って一言で終わるって言った方がいいかな。筑前煮好き？美味しいよねみたいな。全然面白くないの。だけどシャンマンのすごいところって、筑前煮で大喧嘩しててもう最高に面白いの。見た？筑前煮もう腹抱えて笑うよ、本当に。里芋入れるか入れないかとか、なんかもうそういうことでもう大論争になってて、筑前煮だけで30分で神回作れるやつ、うなちゃんマンだけだなと思ったもん。化け物だよ、本当に。配信会の宝だよ。いや、いいですよね。いや、でも俺は塵も積もれば山となるって、その配信でそういう、なんかこう、なんつうの、ちゃんまんらしさで言ってるけど、実は誰よりも塵を積もらせてるのってシャンマンだと思うよ。そう、それを言わないだけでキャラクターとしてよ、実はコツ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 やってきてるわけじゃん。 そこがレジェンドだよね、うん、みんなにとってレジェンドって誰配信の？みんなにとってのレジェンド配信者、ちょっと名前書いてみて。この人は嫌いだけどでもいいよ。この人見ないけどやっぱレジェンドだなって。誰が出るかな。まあ、うなちゃんマンレジェンドでしょ。他にはみんなにとって誰がレジェンド？すごいよね、配信やってるだけで伝説って呼ばれるんだよ。
金梅さんね。ああ、やっぱ石川紀之、京一郎、はい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 、横山みどり、うん、うん、いいね。金ちゃん、やっぱ金梅さんね。金梅さんなんか今の金梅さんをしか知らない子はかわいそうだもん。もう俺は昔の金梅さんのキレッキレの頃知ってるから、ニコ生時代の金梅さんなんかもうほんとレジェンドじゃなくて神だったもんね。あ、永井先生はもうレジェンド中のレジェンドだからね。レジェンド配信者が永井先生はレジェンドっていうぐらいだもん。永井先生はもうレジェンドの中のレジェンドだから。本当に。みんな言う。柴田はもう配信始めた理由、永井先生だからね。ちゃんまん、配信レジェンドって雑誌に出てた。何それ。配信レジェンドっていう雑誌があんの。金梅さんってどんな感じだったんですか？凄さがわかりません。金梅さんのじゃあ面白い。俺が一番好きな金梅さん見たい。キャプローか。笑うよ、ほんと。一番やばい頃の金梅さん見せてあげるよ。もう金梅さんが金梅、今の地位になぜ行ったのか。もう100倍ぐらい面白いから。俺はそれリアルタイムで見てたんだけど、俺が一番好きな配信ね。いくよ。もう配信つけたらこんな感じだったっていうところからいくよ。ちょっと待ってね。これリアルタイムかな。リアルタイムっつうか前編かな。いやー違う、これはもう本当に笑うから。多分ね、今の子たち知らないんだよ、こういうことやってたっていうことを。俺がリアルタイムで見ても本当にこの人神だって思ったやつ。もうこの人にはキチガイで勝てないわって。キングオブキチガイのゆえんのやつね。実はコンドームマンの元ネタなんだけど。すごいコメント数だよ。今のね、キャストかね、全然だよ。昔の、もうレジェンド、本当に伝説だから。笑うなよ。もうサムネで笑うでしょ。枠つけたらだってバンになるんだもん、この人。枠つけたら神回起こしてバンになるんだよ、毎回。すごかったよ。キレッキレだったよ、本当に。神降臨って必ず書かれるの。いくよ。準備いいですか？いくよ。枠開いたらこれからだから。もう設定が意味わかんない。一言も喋んないんだよ、しかも。一言も喋んなくて、これだけすごかったんだよ。金梅さんクラスに喋りいらねえから。金梅さんに喋りなんかいらないんだよ。すごいコメントになるから。もう笑うっしょ。これが金梅だから。みんなが知ってる、なんかもう、神回とかはね、こんなのぬるいよ。昔の金梅さんを知らないんだ。歩くだけで面白い。みんな知らないんだ、この頃。コメントがすごいでしょ、もう。やばいでしょ、もう腹抱えて笑うでしょ。もうこんなのを毎回やってたの。こんなの、そう、名古屋、名古屋。名古屋に行く時じゃなかったかな。知らないでしょ。これが金梅だから。だからみんな、古参の人は金梅変わったって言うでしょ。これを知ってるからなんだよ。もう今神会なんか起こしてねえよっていう。今ないよ、こんなの。だって金梅さんも、こんなのが毎回だったんだよ、本当に。枠開いたらこの状態だから。これ何年前だろう。何年前だ。俺が配信始めた頃だから3年ぐらい前かな。ニコ生現役の頃。だから実は半年ぐらいで一気に大手になったの。あんだけニコ生かそってたのに。半年もかかんない。3ヶ月で一気に大手になったよね。今だいぶまんぶるくなったよね。もう神回じゃないもんね。100倍面白かったもんね。金梅さんが枠開いたらもう入れなくなるっていうか埋まるって感じだったよね。あ、そうだよね。その金梅さんと絡めるようになったんだもんね。昔だからトツかけたら
相手にされなかったもん、知らねえよワードなんてっつって突出てもらえなかったもん。なんだ神回かっていうコメントが面白いでしょ。なんだ神回かって国宝とか、うん、でこっからが面白いんだよ。こっから電車が急停車して、これすごかったんだよ。電車止めちゃうんだよ。10分ぐらい止まるんだよ。いやすごいよね。これ絶対俺だったらにやけちゃうもんね。これ電車止まるからね。10分ぐらい止まったよね。損害賠償されてた。これうん百万コースだよ。ほらどん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 コメントが多くなってくるでしょ警察っていうか警察の手前までだね。これはいい時代だったね。通報されるに決まってるじゃん。っていうか中で不審者があるっつって止められて、もう通報なんか200件300件とかそういうレベルだよ。タイトル電車止めてみたんだねこれね、うん、ジャンルがすごいよね。電車止めてみたとかね、歌ってみた、踊ってみた、電車止めてみたとか、うん、今なら確実に捕まる。ほらざわついてるでしょ周りが。これが金映えだからな。一言も喋らないで神回作っちゃうからね、うん。ギリギリのギリギリだったよね、ほんと。動揺し始めた。A 版待ったなし。よく A 版にならなかったよね。だからキャスに行ってキャスの規制に慣れちゃって重くなったから、キャスの規制の方が重いのよ。だからね、それでね、なんか多分神回の作り方が変わったんだよね、うん、電車動かねえかなんかあったのみたいなリアクションが面白いじゃん。なになに、なんで電車止まってんのみたいな。面白いでしょ。俺らはこの頃知ってるから、もうツイキャスに行って神回神回言ってる時にはいはいって思ってたのよ。全然神回じゃねえよっていうのはこういうことね、うん、最後の一言超笑えるよね、うん、あれでしょ、駅員と絡んでる時のね、いや最後まで流すよいや動揺したんだろうね多分ねまさか電車止まると思わなかった。他のお客様から不足金をかぶってちょっと死んだ人がいるというふうにあの話があったんですよ、うん、で、お客様今何やってらっしゃいます？今、生放送やってて、不足金は何かどういう意味があります？パッション傍観、傍観別にあの誰か撮ってるとかそういうことでもないですか？あ、これ今生放送やってて、ええ、あのインターネット個人的に、はい、何か撮ってらっしゃいます？これ今生放送やってる。車内を撮ってるとかそういう風じゃないですか？いや撮ってないんですよ。撮ってないんですか？わかりました。撮ってるだろ、いやー面白い。で、こっからすごいの、金梅さんはここでブルらないで再び被るからね。いや、ファッションは名言だよね。防寒具だって。寒いからね、俺、あの防寒具で寒いわ寒いんだから仕方ないよ、まあ。やべえなこの人。12月は寒いから、ね
まあ寒いんなら仕方ないよ。申し訳ありません。はい、ちょっといただけますか。あ、これ、ね、なんで。それはね、あまり不審者に見えますので、うん、今ちょっとよろしくお聞きたいもんですから。生放送はダメだと。この格好やめていただけますか。これ防寒具です。防寒具。うん、じゃあ降りてもらいました。電車何分止めてんだよ。はい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 、やばいよね、ほんと。はいはい、はい、そうそうそう、今、うん、あのね、別にそれお客さん迷惑かけるとかそうじゃなくて、ただ今ね、ライブ配信されてる。あ、やってます、うん、あのね、パソコン使って表現の自由とか姿をどちらかに配信してる。あの、ニコニコ生放送っていうなんかニコニコ生放送。そうです。どちらまで行かれます。あの、名古屋に行ってイルミネーションを見ようと思って。ただ、うん、あのその格好ですと、やっぱりこんだけ高知の方見えるから、はい、これを撮ってほしいんですよ。で、今知り合いの方が、これダメなの、うん、一応僕防寒具として顔につけてるんですよ。いや、それはじゃ、はい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 、うん、もう発射する、発射する、うんうん、いや、今降りていただいてる、うん、もう列車出して出して出して、はいはい、いや、笑うでしょ、こんな。出すよ、はい、はい、よろしく。いや、みんなハッピーだから、はい、申し訳ないね。うん、あの、一応僕これ防寒具としてつけてて、うん、それわかる、うん、お客さんは悪気ないのわかる。でもね、一般の方から見ると、はい、いや、こういう格好された方ってやっぱり普通と違うじゃないですか。それはわかりませんか。いや、それはわかりますけど。うん、それはわかりますけど、僕これあったかいからこれつけてるんですよ。どちらまで行かしたらね、キングオブ名古屋に行ってイルミネーションを、うん、見に行こうって、うん、だから皆さん笑われてるよ。ちょっとこっち行こうか、危ないで、うん、ダメなんすよ。優しい人だから。これでした。だから金梅さんのせいで名古屋駅ってすごいよ。名古屋で外配信してると売れちゃったよって、それなんか通報した人が悪いんでしょ。いや、そういう、やっぱり通報されると思うよ。そういう、その格好して見えるなら申し訳ないけど。名古屋駅行くと駅員飛んでくるから。だから私来たんですよ、呼ばれて。びっくりしたよ。さし、運転手の方から。これ、あの、一応防寒具なんですよ。だから、一旦ちょっとこれもうやめていただいて、申し訳ないけど、こういうの、今この格好で乗っていただきましょうかね、申し訳ない。あ、電車の中は放送やめて。うん。っていうか、この格好で乗られるのは、またなんかあるんじゃないかなと思う。あ、そうですね。尖ってるな。着いてから、うん、放送すればいいってことです。か、いや、この頃暑かったよ、銀梅さんは。あまり見えつかないところでやられた方がいい、ね。もう神だったもん、俺らにとっては。まあ、それは女子の判断でお客さんを犯します。ただ列車の中は、キャスに行って、もう幻滅したっていう。2番線から発車します列車は、18時30分。ちょっと寒いんで、ちょっとかぶりますね。普通列車、名古屋行きです。この列車は6両編成です。そう。だから若い子はかわいそうなんだよ。金梅さんの本当の力を知らないから。レジェンドを知らないんだよ。この頃やばかったね。じゃあモンダフや向かいます。これはだって終わりかけたコンテンツだったのに、ニコノも復活させたかんね、金梅さん。もしこれライブ配信しんなら、別につける必要ないでしょ。いや、これ防寒具なんで。じゃあネタとしてやってんじゃなくて、こう普通普段被ってるんですよ。ネタだろ。よく言うわ。じゃあとりあえず、じゃあこれ切りますわ。はい、うん、申し訳ない。なんか迷惑かかっちゃったみたいなんで。そうそう、列車に乗られちゃったので、うん、レジェンドだよね。すいません、ほんとなんか、申し訳ない、次の列車乗るときに、はい、もう一回上上げてください。この列車は、こんな感じでした。ありがとうございます。すごいでしょ、全然違うでしょ。レベルが違うでしょ。これがその本来の神だよ。本来神だった頃の。だから今の配信者ぬるいんだって。ぬるいんだよ。うん。それは金梅さんの人柄だろうね。うん。レジェンドだよ、やっぱり。これを、だから昔の金梅さんを教えてあげたいの、若い子たちに。いや、大好きだよね。他にもいっぱいあるんだよ。特に俺がこれが生放送で見て、もうコメントカタカタ打ったから。うん。そう。あのコメントの中に俺のコメントも入ってるぐらいだよ。面白かったでしょ。うん、こんなのがいっぱいあったの。そう。だからこういう歴史があるんだよ。もう今のね、生放送なんかぬるいぬるい。ぬるい。喧嘩なんかもうガチガチだったもんね、昔。すごかったんだから。やばいよ。釣り側も面白いね。
金映え神回で出てくるのは大体ニコ生ですよ、昔のね、うん、あ、そうだそうだ、みんなに100円玉ね、パンパンになったよ、ほらパンパンになった、多分これで6万ぐらいになるのかな、100円玉だけでパンパンになりました。世界旅行に、世界を旅するための旅費にします。フグちゃんとかは、まあフグちゃんはフグちゃん、愛されキャラだからね、俺は全然あのスタイルでいいと思ってるけど、まあ、誰々がいいとか悪いとかいう問題じゃなくて、そう、前世紀の金梅さんは桁が違ってたって話だよね、うん、前世紀の金梅さんはもう神だったんだよ、うん、もうだってみんな金梅さんの話だったもんね、その日の放送は。でもっとすごい時代があって、俺がその配信始めた頃とか金梅さんが始めた頃ってニコ生がオワコンって言われてたの。で昔の、もっと昔のニコ生を知ってる人たちはもっとすごかったらしくて、一日どっかで必ず神回が起こるんだって。誰々が自殺したとか、誰々が警察に捕まったとか、もうね、要は情報待ちなのよみんな。でみんなが解説員になるっていう、それくらいの時代があったんだよ。だからキャスの配信者って舐められちゃうの、どうしても。ニコ生の黄金期でバリバリその現役でやってた人たちはキャスだろうみたいなのがあるのよ、ぬるいよっていう、俺らどんだけ体張ってきたかっていう。そうそう、やっぱね、キャスはキッズ向けですよ、ニコ生戦場だからニコ生はね戦場だよ、殺し合いだから、自分をいかにいじめるかっていうね。乗り遅れないようにブラウザバックしまくってた。そうだよね、もうカチ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 やってたよね。金梅さんの放送が始まる3分前になるとみんなで F5 なの、そう、見れないのじゃないと金梅さんの放送。あー、信長時代知らないんだよね俺、うん、あれでしょ、もうあの誹謗中傷合戦でしょね、文字が流れるのはね本当にいい仕組みだよね、これ考えた人天才だと思うよ。乗り行き面白かったんだ、古いねみんなも。まさかね配信で稼げる時代が来るとは思わなかったよね。ふわっちすげえよね、私も電車止めたことある、ストッキングかぶった。フライドライスさんいらっしゃい、楽しんでってください。レジェンドだな。俺の放送で昔のやつとかって残ってんのかな、ワードで検索してみようかな、うん、俺もあんまり見たことないんだよね、昔の配信残ってんのかな、ニコ生時代。今は今でね、あ、ロハコ事件が出てくるね、やっぱりロハコ事件が出てくるな。ロハコ事件ね、懐かしいな。あ、うなちゃんマンに初めの頃突した動画あるけど見てみる？うなちゃんマンに初絡みした時の動画とかあるよ。すげえ懐かしい。ちくわしたらとんでもない飛行機作っちゃうからな。何とんでもない飛行機？世界最強の飛行機作っちゃうからな。マジかよ。いやそれマジって。そんな当たり前だ。ちゃんマンここで話したら消されるよマジで。やばいって、やめた方がいいって。あのね、うん、日本は、うん、とんでもねえ技術を持ってるからな。何何やばい。一気でなジェット戦闘機作ったらとんでもねえの作るの。ねえねえ、どんなんなの？これ俺。あ、足、例
ただし、うん、日本ってほら資源のない国だから、はいはい、28とかだから結局、うん、あの太平洋戦争の時もそうなの。日本が恐るべしになってみんな兵糧攻めにしたの。昔のお城をね、このお城をね潰す時のやり方をしたんだよ。兵糧攻めされて、はいはいはい、もうどうにもならなくなって戦争の道へ向かっていったんだけど、はい、どうでもいい。未だにそれはなんか軍事評論みたいなことずっとやってた時期があったんだよ、三万が。そう、なんか評論も枠にしてたから乗っかってみたんだよ、うん、懐かしいね、うん、あとこんなのもあるよ。イエスマンの田中さんが初めて男を見せました、うん、ちょっと待ってね。これはそんな古くないけどね。別に俺はついてはないよ俺、うん、マハリークマハリタヤコヤヤヤマハリの男性リスナーさんだもんだって。いやー面白いな浅井さん。まあこういう時代もあったよね。うん、懐かしいな。いろいろあったね。あ、こんなのもあったな。終わった。よかった。ピンポン鳴らし続けろ。終わった。俺警察来たよ。警察来たよ。これはのぞみが初めて俺の家にリア凸してきた時だね。もうすごかったよ本当に、うん、どれくらいすごいか見せてあげるよ。200回ぐらいピンポン鳴らされたんだよ、2時間ぐらいずっと、うん、ハートありがとう。ニコ生はやっぱ面白いね。うん、真っ暗？見えてない？見えてない？うん、これすごかったよね。ずっとピンポン鳴らされてたもんね。うん、暗黒と絡んだ時じゃないねこれは。そうそう、ベランダの方からもずっとね覗かれてたし。近所迷惑すぎるだろこんなの。ずーっと鳴らされてんの。もうずーっと鳴らされてんのよ。30分間、これ編集した動画なんだけど、ずーっと鳴らされてんの。ピンポンピンポンじゃねえよ、ほんとに、うん。そう、望みはすごいよね、やっぱ。執念がすごいよね。うん。尋常じゃない。追い込み方がすごい。あれ？固まった。あれ？ブラウザ固まった。見れてる？みんな。みんな見れてる？
ブラウザ固まったな。見れてたら教えて。見れてる？うん。すごいよね。見えてる。うん、ありがとう。あとなんだろうな、面白かったの。ニコ生で。新しいフォロワーさん、コナさんフォローありがとう。見れてる。うん。のぞみの行動力はすごいよね。あ、面白いのはさ、自分の動画がいっぱいあるからね。それがなんか面白いよね、やっぱり。あとこれとか。いや冗談とかそういう問題じゃないんだって。そうだったんですか。いや冗談とかそういう問題じゃないよ。お前同じこと繰り返してんじゃん、なんか橋本君になんか変なうざがらみしたいだとかさ、怒ってるに決まってんだろ。なあ、橋本君とかよっさんに分けなおかな、うざがまれがみしたりとかさ。これうさぎ事件そうだろ。お前何回同じこと繰り返すんだよ、お前。なあ、だうさぎ事件とか懐かしいよね。うさぎ。あと何かあったかな。痩せてる？あ、そうだね、今より全然痩せてるよね。全然痩せてるわ、のど通り。確かに急激に太ったもんね。うん。ねえ。ねえ、似合うよね。うん。あと、よっさんの家にリアドツ行ったりとかしてたな。懐かしいな。ニコ生のノリはやっぱ面白いよね。うん。早口は今どうでしょう、うん、歴史が詰まってますね。ニコ生のノリはね、悪ノリだからね、完全にね。もう完全にただの悪ノリだからね。うん。うん。今、主いた自分さんされてるけど、石川とか佐野、ケンちゃんとか、までいた時代が面白かった。ああ、そうだね、やっぱりね。のりゆきさんがね、キャスに移行したっていうのはでかかったもんね、本当にね。うん。コメントが面白いよね、うん、もうでもこういう時代は来ないんじゃないかな。なんつうの、なんて言えばいいんだろうな。コメントが面白くてわちゃわちゃしててっていうのはもう無理でしょ、今の時代。もうなんつうんだろう、変な意味でもいい意味でも悪い意味でも囲われるのが主流だから、囲われてなんぼだから今の時代は。
のりゆきさんとよっさんの森ドンとか知らないんじゃないの？知ってんのかな若い子。森ドン事件、森ドンなんてもう腹抱えて笑ったもんな。のりゆきさん本気で殺す気だったからね、よっさんのことで警察呼んでーっつって本当に殺す気だったよね、うん、ねえ、あの時名言出たもんね、包丁を握ると落ち着くっていう。やばいよな。まあ俺はふわっちの方がやりやすいけどね。疲れるんだよああいう配信って。精神疲労が半端ない。ニコ生の画像大喜利が流行ってた時代のコメントクオリティ、うん、森ドン新しい乗り行きの歴史の中では。俺がねまだ3年ちょいしかやってないからね、うん、俺がだってあれだもんね、新人だもんね本当にね。最近言われなくなったけど、新人扱いされなくなったけど、わりかし俺新しい方の配信者なんだよね実は。なんか古いイメージあるでしょ、実はそんなことないんですよ、うん、子さんからするとね。暗黒のマミーちょいから見てたから懐かしい。マミーがわかんねえわ全然。何の話題か俺全然わかんない。その件が。他なくなってもニコ生はなくならないって言ってた。なくなることがまずない。うん。なくなるっていうことはないよ。サイトはサーバー軽くすればいいだけだから。ランニングコストがかかんないから、本当に。なんかね、多分ね、それ経営したことない人がそういう風に言ってるだけだと思うよ。うん。緑の彼女だって末端っていう人、ああ、全然わかんないわ。ニコニコはオワコン言われ続けてもう10年だからね。そうそう。うん。オワコンの人たちで作り上げてきた歴史だから、何を今更だよね。配信サイト潰れる潰れるって言って本当に潰れたのってどこだ？ユーストリーム潰れたんだっけ？あとヤフーチャットとかでしょ？他に移行してるじゃんね、みんなね。うん。末端だ。わかんないわ、全然。あ、全然わかんない、その辺。よ、ずーっと見てるんだね、じゃあみんなね。超子さんなんだね。すごいな。全然わからん。多分その頃会社経営やってたよ俺。まさか自分が生主になると思わなかったな、その頃は、うん、びっくりするよ。こんなことやってるとは思わなかった。請求、あー、はい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 、もともとそれ結構メインコンテンツだもんね。ていうか架空請求の代名詞だったもんね、森幸さんっつったら。うん。ワドを初めて見た時は釈迦と映ってて花鳥風月がどうたらこうたら言ってた。ああ全然わかんねえわ。もう喋りすぎてて自分のトークの内容とか覚えてないよね、うん、ここまでやってると。みんなそうだと思うけど。花鳥風月、
なんだろうね。もしよかったら俺の YouTube のチャンネルも登録してもらえると嬉しいんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これが僕のチャンネルです。 URL 貼ってあるね。ポイントカードのポイント何かみたいな、はい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 。ポイントカードがなんだっけ、脱税目的じゃないんだけど会社のお金がストックできるっていう仕組みだね。マキさんおはよう。おしょうくんいらっしゃい、ヤッホー。もう会社行くけど残り2回昨日寝バックルしちゃったからくっそ嫌なんだよな、電話しないと。配信見れないときに見てます。うん、 YouTube 登録して、チャンネル登録。あと Facebook やってる人いる？この中に Facebook やってる人手挙げて。 Facebook やってる人いる？いるかな。あんまり Facebook ってやらないのかな、みんなやらない？あんまり。もし Facebook つながりたい人いたら、5000人までは友達になれるらしいんで、もしよかったら Facebook も申請してください。あ、完全プライベートなんだ。うん、もしつながりたい人がいたら申請してもらえれば承認するんで。うん、初見さんいらっしゃい。いや、2初見じゃねえだろお前。懐かしいな、元気してた？つー、どこが初見なんだよ、子さんだろうが。何やってたの、元気してた？つー、子さんどころかね、元ガチ囲いだからね。久しぶり。 Facebook みんなプライベート？うーん、まあ、俺も Facebook 全然見てないから、まあ、つながりたい人がいたらって感じで募集してるだけだけど、あんま配信とあれだよね、 Facebook って相性良くないのかもね。ふわっち初めて来たねえ。ふわっち面白いよ、フォローしといて。つ、久々じゃん、盛り上がってるよふわっち。沖縄行ったらよろしくね、やつ。俺、4月10日から旅配信始めるから、沖縄行ったら会おうぜ。沖縄最後だから、だいぶ先になるけど。ロムロの？はいはい。おー、オビトさんおはよう。お、ドルさんだ。ワドツです。どうですか、ドルさん。どんな感じですか。おはようございます。おい、おはよう、中ちゃん。旅配信はね、4月10日から、生活保護も今年抜けて、で、職場ももう今月あと2日間行って終わりだから、旅に出ようと思ってて。ふわっち来て、ワドリさん。あ、そうだったんだ。そう。1万人リアトツの旅に出ます。ぜひ皆さんリアトツに来てください。みんなが来てくんないと旅終わんないから。1万人だから。社会生きてるよ。元気だよ。今餌食べてるよ、あそこで。社会生きてるよ。そうだね、若いって言われるようになっちゃうんだもんね。昔のね、映像を出したら若いって言われるんだもんね。いつになったらパコれるんですかね。俺、じゃあドルさんさ、俺さ、雑談たぬき初めて見たの。ドレさんの噂でいろんな噂があるじゃん。で、もうそれ知りたくなって、もう笑ったよ、ドレさんの雑談たぬき1ページ目。何なんすか、あれ。もう超笑った、俺。俺、2チャンネルとか雑談たぬきとか大嫌いなの、人の悪口書いてあって。もうただドレさんのを見た時、クソハマりそうになって。なんかドレさんが、女のリスナーに、なんかその、パコローみたいなこと口説いてるんだよ。それはそれで別に俺は、特に何もなかったの。だけど何が面白かったかっていうと、そのパコ口説きの内容が全部赤ちゃん言葉だったの、ドレさんが。
それがしかも女の子が全然乗ってなくて、いやパコらないって言ってますよねみたいな、もうすごいドライな、もう完全なハニートラップなんだけど、ドレさんがもうね赤ちゃん言葉でずっと女の子とパコローパコローみたいのがくっそ腹抱えて笑っちゃって、いや申し訳ないけどね、ドレさんあれはないわ本当に、もうそのキャラ最高と思って、うん、あ絶対女で揉めるなっていう予想は当たってたんだよ、いやマジで面白いよ雑談たぬきのドレさんのスレの1ページ目にその DM のやり取りがあるの、女の子との、そうがっつきまくってるんだよね、すごい、しかもなぜか赤ちゃん言葉でやべえと思って、超面白いと思って、そう おっさんいいおっさんがさ赤ちゃん言葉でさもう超笑えるんだよ本当に、あれはもう飯馬だったよね本当に。ねえ、配信者は全部晒されちゃうからね。ドレさん、過去は消せないっすよ。雑談たぬきは真実もあれば持ってる部分もありますからね。あれはね、なんかリアルだったね、すごい。あの、キャプってたやつだから。いや、ドレさんの、すげえ面白かったよ。俺、本当に笑ったもん。ぽいって思った。ドレさんらしいと思ったね。新しいフォロワーさん、つーちゃんフォローありがとう。いや、いいよ。いいよ、グイグイいかないと。ドレさんにはぜひパコりまくっていただきたいですね。パコってあのパコワングランプリに女性からどんどん問い合わせが来るぐらいになってほしいですね。ほらドレさんが聞いちゃってコメント打たなくなっちゃったじゃん。ドレさんがガチで聞いてるじゃん。初めてパンチ当たったよドレさんに。ねえ、スパーリングではパンチドルさんに一発も当たんなかったのにさ、今いいパンチ入って多分グラグラ来てると思うよ、うん、もうグラグラになってると思うよ、もうコーナーでドルさんグヌヌっつってガッ、うん、いや俺パコっても全然いいと思ってんの、逆にパコらない、なんパコったらダメみたいな風潮なんなのと思ってて、パコっていいでしょ全然、誰が損するんだって話だ、誰も損しねえから。だって俺ゴロリさんの浮気とかもうマジ笑ったもんね。知ってる？ゴロリさんの浮気相手。爆笑だよ本当に。新しいフォロワーさん、翔くんフォローありがとう。あれは笑ったよな。あれ笑ったよね。そう浮気しちゃったんだけど、リスナーとパコったんだけど、なんだっけ？誰に似てるリスナーだったっけ？超面白かったよ本当に。自由だよ全然、パコっていいんだよ、うん、そうパコっていいんだけど、それを隠すようになったらダメだね、うん、それをネタに変えていく力が配信力だから。便所太郎さんにそっくりだったんだっけ、便所太郎そっくりなリスナーとパコったんだよ。こじきもパコりも利害が一致してるのは全然 OK でしょ、全然 OK だよ。ただそれをネタにしなくなったら終わりだと思ってる俺は、配信者として。ネタにしてるうちは全然いいんだよ。横山みどりなんかもう開き直ってるからね。開き直ってるからあれ、うん、もう暗黒ルールとかやめちまえって話だからね。なんなんだよねあれ、全部自分で破ってるだけだからね、誰も強要してないのに、うん、あの暗黒ルールでねどれだけ迷惑してきたか俺ら若手は。母性をくすぐる戦法、うん、もうさすがに飽きてきたよね暗黒のルールは。率先してパコってるからっていうか一番パコってんのみどりさんでしょ本当に。いってらっしゃいおびとさん、パコりすぎだよあの人、定住だからな、モンスターだから。作業中だった。パンチ効いて、パンチが効いたわけじゃないですか、10カウントですよ。
今の KO でしょ。テクニカルノックアウト。一番配信者とコラボしてる。あーねえ、うん、確かにミスターニコ生だかんね。ミスターフワッチって言われたいな本当に、うん、フワッチを代表する配信者になりたい俺は。ミスターフワッチ、フワッチに和道がいるっつってちょっと水取ってくるわ。俺でもフワッチ愛は俺が一番あると思わない？フワッチ一番愛してんの俺でしょ。「ワッチ」配信誰だろうね。いってらっしゃい、仕事ありがとうございます。俺もあと、うん、そうなん5分ぐらいで放送終わります。ミスターパコンヌシって言われたいですね。どれさん物線だかんな、どれさんの悪いところ物線なんだよな。俺も人のこと言えねえけどなかなかなんだよね女の趣味が壊滅的に悪いからな。てか、てるちゃんびんやっぱ手癖悪いな、あいつ。やっぱ喧嘩慣れしてんの本当だったね。知ってる？みんな。てるちゃんびんが、それ言うぶん殴って流血させたの。なんか俺見てねえから申し訳ないんだけど、あんまり言うの。なんか結構流血したらしいよ。うん。てるぶん殴ったんだったよ。やれりゃなんだっていい。え、昨日？昨日の夜中？うん。だから、てるちゃんびん警察に捕まるから、試合出れねえぞみたいなこと言われて、はぁっつって何やったのって言って。うん。いや、ぶん殴って流血してるよ、つって。で、てるに確認取ったら、なんか酔っ払って覚えてないけど、ボッコボコにしたわとか言ってて、とっぽいなぁ。若いね。まあでもわかる。俺も、それいは、リアルであったら、ムカつく。あのノリは。あれは殴られて当然だよね俺もそう思います。俺もリアルで あの絡み方されたら多分殴る。うん。テルは悪くない。そう。テル殴った方なのに、流血させた方なのに、よくやったみたいな感じになってる。いや、あれはね、ほんとね、うざがらみしてくるから。うん。そう。あれは殴られて当然だよ。あれは殴られて当然だよ。すごいよね。殴られたのに誰も囲わないっていうね。誰も擁護しないっていうのもすごいと思うよ。当然だよって。すごいよな。誰もフォローしねえから。フォローされる配信者になりたい。なんなんゴミとか言って。うん、まあゴミっすね。だから僕はそろそろ職場に電話しようかな。怒られようかな。気が重い。職場に電話します僕は今から。昨日寝バックレしてしまったので、ね。
じゃあ寝ますか。じゃあね、寝たらダメだよ。じゃあ今日夕方多分配信すると思うんで、また見に来てください。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。また見に来てね。おつです。おつおつ、つーちゃんありがとね。俺もう3年越しで粘着されてる。かわいそう。おつです。マチルダお疲れ。フライドライスお疲れ。ドレさんお疲れ様です。カブニートお疲れ。いつもありがとお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。